次は東日本大震災をきっかけにした新たな交流についてです。被災地の支援には日本に住む外国人も関わってきました。その中には中東やアジア出身のイスラム教の人たちもいます。10年前の同時多発テロ以降、日本でも偏見や差別を感じることが多くなったというイスラム教の人たち、今日本人との新たな交流が生まれ始めています。東京豊島区にあるイスラム教のモスク、マスジド大塚です。東京や千葉、埼玉などに暮らすイスラム教徒が多い時には500人近く集まります。モスクを運営しているのはパキスタン出身のアキール・シディキさん。40年以上日本に暮らし、イスラム教徒からの厚い信頼を受けています。シディキさんのもとには10年前の同時多発テロ事件の後、偏見や差別に悩む人たちの相談が増えたといいます。じゃあ商売も影響されるわけ？もう全然大変苦労しています。いつ潰れるかわからない。日本の中で職場でいじめられる、アパートを貸してもらえない、店に客が来なくなった、今も生活のさまざまな場面に影響が出ています。いい人悪い人の区別はなく、もうムスリムということになるともうすぐテロにつながっちゃってたんでね。テロの後はその目が冷たくなったんでね、見てわかる。そうした状況の中で起きた3月の東日本大震災。困っている隣人に心を尽くせ、イスラム教の聖典コーランの教えがシディキさんたちを行動に駆り立てました。被災地を支援しようとすぐに炊き出しを計画しました。日本人の口に合う食事を届けるため、地元の商店街の人にも協力を呼びかけます。その結果、商店街や地域の住民およそ30人が手伝いに集まってくれました。選んだのはおにぎり。互いに力を合わせ1週間で5000個以上を作りました。参加した住民の一人、鹿野貞子さんです。でこっち行ってみたり、こっち行ってみたり。以前はイスラム教徒とテロを結びつけ敬遠していました。どういう人たちが来ているのかっていうので非常にちょっと怖かったですけどね。どんなことを気をつけられたんですか？その時はね、なるべく近寄らないようにしていました。どうもお邪魔してます。どうもこんにちは。しかし震災の2日後、これまで話したこともなかったシディキさんから手伝ってほしいと直接頼まれました。戸惑いながらも共に活動するうちに、見返りを求めずに行動するシディキさんたちの姿に心を動かされたといいます。今まで私たちが描いていたあのモスクの人たちじゃないんだなっていうことで、で初めて分かって、まあ同じ人間だ肌の色がちょっと違うぐらいなもんで、まあ考えは同じかななんて思ったりしてましたけど。福島県いわき市の仮設住宅、この日シディキさんたちとともに鹿野さんら商店街の女性たちが炊き出しを行いました。もっと小さく小さくやってくれる？うん、これこっち同じぐらい。同じ？うん、そう。言わないですか？何が？シール。震災直後から毎週のように続けてきた炊き出しはすでに80回を数えます。辛くなかった？あまり。いや、辛くないです。大丈夫ですか？はい。シディキさんたちは
今後も商店街と協力しながら炊き出しを続けていきたいと考えています。共通な場ができたわけですよね。だから人間のために働こうと、人類のために働こうということ、この10年間前は考えられなかったことが今起こってますね。被災地への支援を通じてその相手をよく知ることができて、互いの壁がなくなっていったということなんですね。そうですね、このシディキさんたちが行っている活動には地元の商店街だけでなく地域の寺や教会とも協力していこうという話が出ています。